はい。皆さん、こんばんは。レトロゲーム大好き、はるまりことはるきまりです。さあ、本日、迷宮組曲続きやっていきます。あともね、もうちょっとで多分、クリアのところまで来てるかなと思うのでね、頑張っていこうと思います。スタート。ここで今、ハートを集めて、からね、次はもう4階になるんかな？まだ3階で行くとこあったかな？これはちょっと探索、しようと思います。ちょっと悩んでるのは、買い損ねている武器がね、武器ってかアイテムっていうのが多分結構あってですね それがあれば絶対もっと楽にね、いけるのにな、みたいなところが、まあ、結構あるんですよ。だけど、まあ、今お金もそんなじゃらじゃらあるわけじゃない中で、こう、他のステージを回ってお金を集めるよりは、最低限のものは多分買ってるんだよね。ないと絶対にクリアできませんみたいなやつは、多分買ってると思うので、ちょっと粘る。このまま、体当たりで行ってみるか。って言いたいね。というのね、ちょっとだけまあ悩んでるね。感じです。体当たりで行きたいなぁとは思ってるけど、めっちゃ大変だったらどうしようみたいな不安はありつつみたいな感じですね。よし、行こう。で、外に出まーしょ。じゃなかった。もうこのステージには本当にお世話になってるからね。何度行き来したか。これで上まで一回行くのかな？よいしょ。あ、よくなった。今のうち行きましょう。ここに？急じゃん。びっくりしちゃった。普通にショップとかかなと思ってたから、こっちは。怖っ。当たってる？当たってはいるっぽい。怖いな。なんかパターンとかがあればいいのにな。危ねえ。2発ずつぐらい入れてる感じかな。嬉しい。大変だった。もうすぐラストじゃない？わあ、どうすればいいの？右に入るよ。いっぱいいんな。こいつ倒そう、まず。こいつ倒せそう。よし。ああ！何もないのか。怖いな。え？ちょっと。降りてきてくれた。あれ？やりやすそうだったのにな。で、で、
うわ、偽物だったっていうことか。これが本物の時があるんだよね。ちょっと HP、 これ一回ずつ潰してってもいいのかな。とりあえず緑は違ったので、ここで今はボスの部屋なんですけど、確か4種類ボス部屋みたいのがあって、で今の部屋のボスは、偽物だったということですね。なので、でこうやって一部屋ずつちょっと潰そうと思います。確か一回部屋を出てもそのランダムで違う部屋にならないというか、今確か緑色の部屋を探索して、そこのボスが偽物だったっていうのが分かったと思うんですけど、その場合は一回こうやって部屋を出てこう違うところを探索しても、なんだ、緑の部屋に、ま、今度またボスが、本物のボスが緑の部屋になってるってことはないっていう形式、なんか形式だったと思うので、ちょっと一部屋ずつ、いやそうじゃない、絶対無理よこんなん一部屋ずつ潰そう、ね、それがいい。あ、緑でも、青でもなかったので、こうやるか。ここは一応なんかね、白らしいですよ。白の間って言うんだって。で今2つ潰して違ったので、あと2分の1だね。よし、こいつほんとやだ、なんか地味にくっついてくる。うおい、やったか。いや結構入れてんだけどな、ちっちゃくなれないのがきつい。まあまあでも、全マント開いてくれなくなっちゃった。あ、偽物、ショック、偽物だった。じゃあここじゃない、あ、金がまだ余って取り切れてなさそうなところ入ろう。
ここはあるかも。やった、これでもう出てもいいぐらい。出口どこだっけ。ここでお金を取って、上から出れたよね確か。違ったっけ。やった、お金めっちゃ取りの取ってないじゃん。ここでこれで嬉しい、ハートもついでにいただきます。で出よう、よし。で間違えてる、これでよ。やばい。これで。ここに入って。あ、もうまた間違えちゃった。ここかな？そうそうそう。で、これで。強くなる武器を買いましょう、ちゃんと。当たり前だけど、それさえ買えばもっと楽にボスが倒せるはず。もうボスの場所は分かってるから。もう勝ったも同然なのよ。落ちちゃうね。だからあとはやだ、よし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 、やった、はあ、もうついでに買っとこうかな。で、あとはここでハートを貯めながら、パワー買う必要なかったわ。なんかハートを貯めながら、え、めっちゃ強くなったっぽい。うわ、よくこれなしで今までやってたな。普通にこれでもうボス戦余裕じゃない？助かる。アイテムって素晴らしいね。ついにエンディングか。嬉しいな。頑張ろう。今までの攻撃力が2倍なんですよ。だから一瞬で倒せる。丁寧に倒してった方がいいのかな。このまま下のやつうざいけど、でやりたい。よし、完璧。これで邪魔者はいなくなった。あとは一騎打ちだ。
当たってんのかな、これ。どっか行っちゃったな。やった。え？激弱じゃん。あのアイテム買ってれば。姫。やったー。大変だった。いやー面白かったな。でも結構最後の最後までこうボスが偽物っていうのが面白かったですね。いやー勝ちました、勝利しました。アイテムって大事。ということで、迷宮組曲おそらく7回目ぐらいでエンディングになってるかと思うんですけど、いかがだったでしょうか。まあね、コンティニューをうまく使いながらね、なんとかクリアっていう感じでしたが、2倍、攻撃力を2倍にするアイテム、めっちゃ強かったね。びっくりしちゃった。あれが、ない時のボス戦は本当に事故かと思いました。ということで、ぜひね、まあ、ちょっと、難しかったり、いろいろ探索したりっていう感じもあるんですけれども、可愛いね、キャラクターと音楽を楽しめるゲームであるかなと思うので、ね、でね、興味ある方、ぜひ遊んでみていただけたら嬉しいなと思います。ということで、長い間かな ?7 回にわたってですけれども、実況させていただきました。楽しんでいただけていたら嬉しいです。ということで本日は以上、ご視聴ありがとうございました。